化粧は古今東西、人類の暮らしとともにあり続ける馴染み深い習慣です。心理学のメインテーマではありませんが、心理学の多様な領域に関わる対象なので幅広く学ぶことができます。この講座では私が行ってきた化粧に関する心理学的研究についてお話しいたします。心理学領域だけではなく、歴史や文化についてもお話しいたします。また少し寄り道をして、化粧を考える上で重要なストレスや感情の心理学について触れたり、化粧研究が社会の中でどのように活用されているかについてもご紹介したいと思います。第1週目の講義では化粧の歴史と文化について学びます。動物や太古の人類の化粧から現代の化粧までの長大な歴史を概観します。そして西洋と日本の化粧意識の違いや健康と美しさの概念の変化などについて考えてみたいと思います。第2週目の講義では化粧の生理心理学について学びます。ストレスや感情に関する心理学をおさらいした上で、スキンケアによってストレスが緩和される仕組みを考えます。またフレグランスに関わる香りの心理学についてもご紹介します。第3週目の講義では化粧の知覚心理学について学びます。メイクアップは極論すると顔の上に色を置くだけの行為です。にもかかわらず目が大きく見えたり、印象がガラリと変わったりします。錯覚の心理学を踏まえて、この不思議なメカニズムを考えます。第4週目の講義では化粧の社会心理学を学びます。化粧を用いて心の健康を回復する化粧療法、東日本大震災の時に化粧は何をもたらしたのか、アンチエイジングへの疑問など、社会における化粧の役割を広く考えます。そして化粧は人類に何をもたらしているのか、ここまでの講義の総まとめを行います。身近な習慣である化粧を窓口として、心理学を広く学ぶとともに、化粧という行為への理解を深めていただければと願っております。多くの皆様の受講をお待ちしております。